きます、釣れてる人と同じ系統のルアーで同じような釣りをしてるはずなのに釣れないときは釣れないと。で、釣れないときはどう考えて何をすべきですか。同じような釣りをしてるのに、同じようなルアーで同じような釣りをしてるはずなのに釣れない。これは、まあ、違いはメンタルか、メンタルでしょうね。いろんな違いがあるんですけど、やっぱり自分の場合の結論は一回離れるっていうことを結構やります。いろんな人とタイアップで釣りしてて、タイアップとか一緒にやってたりして、出だしつまずいてね、ポンポンって2、3本釣られて、あれ俺ペースつかめなくなっちゃったって時に、焦って真似してってやってて、結果につなげられたことあんまなくて、で、まあ、相手とかに余裕があって、完コピに付き合ってくれるぐらいやってくれたら、自分を連れ出したりするんですけど、そうじゃないときは、なんか意外と、理想言えば釣り場から一回出るぐらい。で、できないならちょっと竿を置く。竿から手を離すっていうのがすごい大事で、で、おにぎり食うなりして、とか、コーヒーブレイクして、で、一回なんか気持ち切り替えてから、パッて戻るとあっさり釣れるって経験はいっぱいしてますね。だからすごく焦ってて、同じことやってるようなんだけど、多分、早いか、まあ、非科学的ですけど、さっきみたいなのが出てるか、そういうのがね、多いんじゃないかなと思います。はい、水戸のアングラさん、スパチャ。ご視聴ありがとうございました。またこの後もまさちチャンネルよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。